え、食べれるんですか？さあ、みんなついてこい。誰もいません。じゃあ見て、サーティワン買っちゃいますか。ダブルダブル。今日今からね、じゃんけん大会してもらっても、日の丸のゆくぞ日の丸 T シャツ、2位の方はトートバッグをプレゼントしようかなと思います。それでは盛り上げ方下手ですね。そう、もっと仲のいいの。何が盛り上げ方下手くそやなって今ダメなし食らってるんですけども、だってさ、やっぱりね、やっぱりこう今ちょっと眠たくなって寝てる方もいるかもしれへんからさ、あんまりうわーってなったらみんなあれかなと思って一応控えめにしてます。じゃんけん大会今からやる元気ありますか？ありがとうございます。練習練習1回しますか？あ、わかりました。練習、まずは練習いきますね。最初はグー、じゃんけんぽい、ね、いいですね。あ、そんな感じです。じゃんけんぽい、ちょっとあれやな。じゃあ、ひのまるぽんでいきますね。最初はグー、ひのまるぽん。ひのまるぽん、オッケー、いい感じです。そのタイミングです。じゃあちょっとゆっくりめにいきますね。本番ですんで、皆さん準備は大丈夫ですか？はい、それではいきますよ。最初はグー、ひのまるぽん。最初はグー、日本、ちょっとごめん、待って、分からんなるわ。なんでだ、日の丸、ああ、いきますね、いきますよ。最初はグー、日の丸、ポン。おお、タクショはい、やるよ。いや、うまいな、回してくれ。え、ほな、2人でじゃんけんしてもらおうって感じですか？え、じゃあ、そしたら、最初はグーで、何しよう。何でもええやん、じゃんけんでいいの。日の丸ポンでいきますね。いきますね。じゃあお二方手を挙げてもらっていきますよ。最初はグー、日の丸ポン。おお、おめでとうございます。じゃあ手前の、じゃあなんか歌って、これ歌ってほしいっていう人はあったら手、言ってください。何でも、今日はもう何でもしますんで、もう皆さんのために何でもしますんで、はい、靴磨きもしますんで。あやきちゃんはなんでこういう日本の曲を歌うようになったのかとか、こういうのを興味持ったのかっていうのを最近すっごい聞かれるので、あんまりこう改まって喋ってなかったなと思ったので、言いたいなと思うんですけど、一番最初のきっかけは山村さんから教育直後を教えてもらいました。で、明治神宮に行ったりとか、いろんなことを学ぶにあたって教育直後のすごく素晴らしさに気づいて、一番自由を感じました。で、日本ってやっぱり古来から自由なんだなって、それぞれが思うことを何我慢せずに発信している、日本の心っていうのは、そういうものが、溢れてるんだなって思いまして、日本の精神というか心をしっかりと読み解くことが私にとって必要だなって思いました。で、その教育直後から始まって、いろんな、戦時歌謡曲、唱歌童謡とかを知っていく流れで、その戦時歌謡曲の、愛国行進曲と月月火水木金金を知った時に、私がその当時はじいちゃん生きてたんですけど、おじいちゃんに、あれ、これじいちゃんの生きてた時代やなと思って、確認しにじいちゃん家行ったんですよ。で、絶対知らんと思ってて、こんな昔の歌知らんわと思ってて、じいちゃんの前で愛国行進曲を歌ったら、いつもこう無口で喋らないおじいちゃんが、もう満面の笑顔で、なんであいけこの曲知ってんねん、これはじいちゃんの青春の曲やって喜んでくれたのがきっかけで歌うようになりました。みよとかいのすじゃあそれはっかみんなが出てくる、この空明けて、そう、逆にずっと高く輝けば、天地の世紀はつらつと、希望は踊る大屋島、おーせいろの丘、うどに、そ
ビュル富士の姿こそ金を向けて揺るぎなき我が日本の誇りなりしてる。あの戦争が終わって戦後歌ってはならない歌とかやってはいけないことっていうダメダメダメがすごく多かったと思うんです。で当時のおじいちゃん、私のおじいちゃんおばあちゃん世代ですね、80歳90歳の方々はですね、ずっと我慢しながらこれからの日本を良くしていくためにはあの黙って私我々がこうしっかりこう支えていかなければならないなっていう思いで、その戦前戦中のことはあの喋らなかったんだろうなってその時感じました。おじいちゃんがあの喋らなかった理由もそこにあるのかなって思いました。でなんか私としてはね、こう歌を歌うことっていうのは当時の方々の思いそのものなので消し去ってはならないものだと思ってるんですね。それをやっぱりダメだあの歌ってはならないそんなあのダメだっていうのは私としてはすごく嫌だったので、おじいちゃんの思いも守るために、で私のおじいちゃんだけじゃなくてその世代の方々の思いを守るために継いでいかなあかんなっていうその使命感に駆られまして、あの今歌って活動しています。で、まあ、大きな理由はそのおじいちゃんとのきっかけと、まあ、山村さんに教育直後を教えてもらった、あとはあのいろんな日本の歴史を知って、あの日本の優しさとか温かさの目には見えない愛を感じたんですね。それを私は継ぎたいし、私も人にこうあの優しくなりたい、優しく愛を持って接したいなっていう、きっかけになったのがそういう音楽だったので、私は本当に救われたなと、音楽に救われたなと思いました。で、まあ、学生の頃はすごくねあの悩みに悩んですごく生きるのが辛かった時期がすごくあったんですけど、音楽に出会えて、そして日本の、過去を知ってあの生きるあの力を与えてもらえたなってすごく感じますので、それ を、今苦しんでいる人たちとか、若い子でも自殺がすごく増えていると今聞いて、小学生でも自殺されているっていうのも聞いたので、そういうもうどこにもこうあのすがるところがない多くの、方々にね少しでも生きる希望を与えられたらいいなと思っています。そんな感じで、まあ、本当に私喋るのも下手くそですし、なんかこう思いを伝えるってすごくあの下手くそというか難しいんですけど、まあ、音楽で皆さんの心にダイレクトに届けられたらいいなって思っています。あいつは偉い。山村さんは横でちょっと寝てます。熱いだね、熱いムームーしますね。すごないこれ60年ぐらい前のこの上に魚眼レンズみたいな。魚眼昭和46年。すごい。そうなの。え、これもテレビですか。あ、レコードついてるやん、レコード。レコード、ラジオ、付きテレビやってすごくね。ほんま今、お昼ご飯を食べていまして、近くに、ここなんていう道の駅やろ、関かな、鈴鹿って書いてるけど、鈴鹿かな。だってあそこに鈴鹿って書いてる。こんなテレビが置いてありました。すいません、YouTube、動画なんですけど、おっちゃん一人だけでもいいよ。いや、一緒に、はい、じゃーん、ゆくぞ日の丸買っていただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。今、浜名湖です。じゃあ見て、サーティワン買っちゃいました。ダブルダブルコナンなんですけど、
コナン君。いただきたいと思います。白桃にしました。トッピングします。ここまで来たらもうホームみたいな。ホームみたいな。もうホームですよ、絶対に。私はでもここ初めてかもしれない。じゃんじゃがじゃーん、初めて来た。初めて来ました。横にはじゃんじゃがじゃーん、じゃんじゃがじゃーん。もう皆さん自由に回るタイプですね。じゃーん。山口駅ツアーは、かっこよ。山口駅シアターはシアターじゃないわ。どこがシアター？自由に回るっていう、もうちゃんと説明して案内とかできないんで、私はそんな詳しくないんで、みんなに教えてもらってる。ごめんなさい、バスでエレベーターで。おもろいですよね、特殊ですね。私のツアーはみんな自由に回るという。それが普通なんじゃない？多分、紹介していくんじゃない。みんなその軍事評論家の人たち、誰くんの。これはなんていう船です、これはなんていう飛行機ですみたいな。シャッサじゃあシアターは、シアターは撮影禁止。うん、シアターは禁止、禁止やから。エンジンだって、なんかすごっ、かっけ。多分ちょうどあれじゃないですか、これ。あ、これ、そう、これのゼロ戦から。ありがとうございます。そう私のリスクも、ね、そうゼロ戦をイメージして作ったリストがこれだ。その前の21か、なんか初期のやつは、はい、色が違うんですよ。あ、そうなんです。航空自衛隊、これプロペラ3枚がゼロ戦で、4枚が自然界なんですよ。これは飛燕。めっちゃかっこいいですね。そうか。帽子上げの日の丸図の帽子。そう、王家。かっこいい。ちなみに後から教えてもらったんですが、このブルーインパルスの、コックピットですね、数年前に隊長機として本当に乗られてたものだそうです。撮影の許可いただいて、もうこうやって撮影させてもらってます。めっちゃかっこいいですよね。すごいいい経験ができました。ありがとうございます。石、貝殻かなんかが出てきてるんですか。じゃあ私はここに旭日旗と日照旗を忍ばせて、今
観光じゃなくて、なんて、あ、見学してます。さあみんなついてこーい。誰もいません。はあ、今日は晴れてよかったですね。はためくはためく。はい、誰もな、はい、みんなバスツアーですよ、はい、ついてきて。誰もおれん。どこ行くん。あ、そういうことですわ。じゃあ今からバス乗って、ホテルに向かいたいと思います。さあということでバスに乗り込みまして、今から行くぞというとこなんですけどね、差し入れをねくださるんですよ。みんな優しいから、本当にね、もらったからにはこう、まあ、食べないといけないなということで、はい、今から食べますよっていう感じで見せております。はい、これはね有名なうなぎパイです。うん、いただきますって言ってますね。食べちゃおうぞっつって。これ食べたことあります、皆さん。めっちゃ美味しいですよ。なんて言うやろ、あ、うなぎの味はしないです。あ、これネタバレか、もしかしたらするかもしれないですとかの方がいいんですかね、言っといた方がいいんですかね、わかんないですけど、もうめっちゃ美味しいんです。まあ、パイ好きの人にはおすすめです。これぜひあの食べてみてください。こちらに来た際にはね、有名なね、あのやつです。やつもうね、このね、程よい硬さと程よいサクサクと甘みと、本当にあの最高ですんでね、食べてみてください。もう一瞬でなくなります。はい、うまいって言ってます。一個ちょうだいって言われてね、そうじゃん、早くないねんけど、まあ今車内あげるわって言ってますね。はい、違う違う、みんな近い、左側でめっちゃ、めっちゃ、もうめっちゃこんな近くで、おお、すごくない、めっちゃ運がめっちゃいい。おお、ちょっと木邪魔やな、木すごいね。おお、こんな近くで初めて見た。地元に帰ってきた。いやで、来週の会場は、うん、来週の会場はその裏、一本向こう、一本向こうので、静岡の、ね、方が大阪から初のであのツアー参加してくれて、あの一回大阪来て、またあの今回 のあれが静岡やからさ、来て地元戻ってきて、また大阪戻る。ありがたいことですね。めっちゃかっこいいですね、あのフルセット。いえいえ、食事付きめっちゃいっぱいついてますね。今日は夕飯楽しみましょうね。夕飯も楽しみですけど、山口彩ちゃんのライブが楽しみですね。ありがとうございます、ありがとうございます。イエーイ、行くぜ日の丸。はい、皆さんお待たせしました。では宴の始まりです。それではね、今日はもう本当に心から皆さんと一緒に仲良くなろうという会なので、明日も一緒に楽しみましょう。いや、坂で行きましょうか。はい、それでは皆さん、明日も楽しみましょう。それでは、せーの、いや坂。
さっき自衛隊が聞いてる。おお、めっちゃ似合ってますよ。似合ってる似合ってる。いただきます。今から食べます。いただきます。静岡といえばお茶なんで、お茶頼みます。うん、怖いわと言って、こうだ、どないしやったんですか。俺肉がね、久しぶりに元気な顔見たから、うん、よかった。富士宮だから、あのどこだったっけ、あの、うん、どこでしたっけ、あそこで、僕が最後にお会いしたの、あのライブ、あの元気でキャゲコロム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 、その時ちょっとね、すごいしんどそうに撮れたから、あの頃ね、焼き魚、焼き魚ね、焼き魚、刺身はダメなんですか。刺身だけ。パチマグロってそんなの食べない。あ、食べないんや。スーパーがあって、そこにマグロがうまい。あ、そうなんですか。自分で船持ってる。感じしへんけど、聞こえる、すごい、焼きそばアボカドフォアドソドラドミマレ、それで覚えてたんですね。ティララン、サファファソラドソ、全部紫で可愛い、全部紫で可愛い、ここにさ、めっちゃ可愛い。紫も可愛い。可愛い。おはようございます。ごきげんよう、山口愛希です。今日は2日目ということで、静浜基地に行きたいと思います。ご飯も美味しかったですね。ホテルもとっても綺麗かったし、最高でした。バスツアー、皆さんも3軒いっぱいたくさん愛機飲んじゃなくてもやってるから、また見ててね。いっぱいイベントやってるから3軒ツアーズよろしくね。酔いますよ、酔いますけど遅いんですよ、愛機ペースが、ね、でもすごかったですよ。もうめっちゃ強い、夜中に顔、部屋の部屋でおったら、はい、真っ赤っかと思う。いやもうすごい量、あのすごい度数のお酒飲んではったから、すごーと思って。村部さんと部屋でまた飲んでる。そう、本当ですか、すごっ。今から、シャトルバスに乗ります。そして、同じ場所着きますのでね、はい、自由にお並びください。静浜基地に行きたいと思います。レッツゴー。すごい人です。リュック、かわいい。ありがとうございます。今日は、新しい T シャツ、ありがとうございます。一番お気に入りのゆるがの魂です。ありがとうございます。かっこいい。やばい、ちょっと雲がかかってます。ちょっとパラパラ降ってきてるけど。ちょっとパラパラ降ってきてるような気がする。じゃーん、静浜基地。
みんな教えてもらってます、場所を。こんな、え、でもしかも芝生やしね、これ晴れてたらもっと気持ちいいかもしれん。これまだまだ情熱地みたいな感じ。一人でチュロス食べて、めっちゃかっこいいじゃん。かっこいいっすね、日の丸がかっこいいわ。録画た練習機あとよな。こっちはピーチクラフト富士 T34 練習機やって、 T3 型小発等練習機、 T3 ジュニア。人がいっぱい映っちゃうわ、下からアングルになっちゃう。もう人がすごい多いから、あの目印としてアイクはこれをずっと立てときます。うん、匂いがした。食事好きは絶対匂いがする。あ、やった、これ振ってたら誰かみんな集まる、はぐれへんかな。そうそうそう、よかった。体験とかもある、子供の服コーナーとか、めっちゃいいやん。いや、装置あすいません。ありがとうございます。めっちゃ綺麗。アイドル、アイドル可愛すぎた。これが救急のあれやった、救急車。これよくあれ見ますもんね、あの高速道路上で。ちょっと近い、だいぶ近いぞ、だいぶ近いぞ。見えますか、ちょっとこの黒いとこじゃ見えるか。見えない。見えない。あ、見えるっちゃ、裸眼やったら見えるかも。もう完全にメディア関係の人でしょ、あれは。こっちから撮ってやんよ。こっちからメディアしてやるよ。ドイツか。マサヤ、毎日はドイツや。Oh my god! めっちゃ並んではる、めっちゃ並んでる。第2期パイロット、え、ブルーインパスですかね。じゃあリトルウィングがいっぱいあります。ヘルメットも美味しい、ヘルメットもあるしな。美味しい、かわいい、美味しいっていう、美味しそうで、かわいい。1台欲しい。聞いたよ、これに乗りたいと思いまーす。すごい。すごいね。こんな剥き出しなのこれ。すごい。じゃん。
ごい。すごいことになっています。あーと、イエーお茶です。じゃん、チュロスを買ってもらったので今から食べたいと思います。いただきます。普通戦闘機来るで、こんな仕上げ普通戦闘機来るな。いただきます。こう動くらしい。こう動いてこう回ってっていろいろいろんな動きをして飛ぶんですね。こっちのねプロペラは回らない、固定なんだけども。こっちですか？こういう革と切れてきてるから、うんうんうん、でも開戦当時の96式立工っていう立工あの爆撃機につけてたプロペラで、うん、あの要は開戦当初にあのプリンス・オブ・ウェールズを沈めたマレオキ海戦で、あの時の爆撃機にはまだこのタイプのプロペラがついてた。へえ、96式96式立工プロペラ、だから動かへんねんよこれ。プリンス・オブ・ウェールズとイエパレスを沈めに行った部隊は、一式立港と96式立港が、うん、あのフィリピンのマバラカットから飛び立ってるはずなんですね。うん、往復して、で、もともと作ったあの航空会社の、あと戦後に作った自動車会社が富士重工、富士自動車工業、だからここに保管されてたものが来たっていう感じですね。なるほどね、そういうことですか。あ、日本帝国、はい、かっこいいな。中見たいと思うけど。お前は海軍。海軍は何か。会場正面にご注目ください。直径約900メートルの辺を出すのに要する時間は約1分です。
藤井正和、航空学生60期、山口県出身。6番機、オポージングソロ、一等空位、加藤拓也、航空学生60期、岐阜県出身。以上、6名のパイロットが本日の展示飛行を行います。すれ違った2機は、それぞれ滑走路上で急上昇に移り、お待たせした。乳白的ベキで会った時のエリア引退的なアイドル様。なんかイチゴ売ってたので買いたいと思います。200円ね。はい、どれにしよう。この上のも気になるけど買うの、うん、イチゴにします。 あ、どんなやつおる。どれにする？赤いの、あやきのうちもある。これにする。そうですよ。イエーイ。200円、400円、2つで400円。やっぱり安い。いちご、ここいちご農家や、ほら、いちご農家や。はい、ということでですね、あのお手洗い行きたかったんですけど、お手洗いめっちゃ混んでて、あ、これはちょっとお手洗われへんなと思ったので、シャトルバスに乗ろうと思ったんですけど、シャトルバスがまだ発進してないということで、もうちょっと歩こうかっていうことで、今1時間半ぐらい歩いてます。そんなやつおれへんやろうな。はい、ということでですね、はい、今からちょっとあの歩いていきたいなって思ってます。ブルーインパルス、皆さんどうでしたか？かっこよかったですね。ちょっと待って、そういう感じでこれからも何かいいことがあったら皆さんに発信していきたいと思います。とりあえずちょっと向かいますわ。あの、あ、はい、チャンネル登録よろしく。こういうところには蛇がいるはずです。皆さん目を凝らしてみましょう。探してみて、あ、見て、ほらほらほら、ちゃ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 ーっと待ってます。雨宿りしてます。見える？ちょ、かわいいですね。やっぱりですね、こういう森には私が大好きな生き物がいっぱいいてますよね。うんうん、あ、見て、畑肥料まかれてます。見えますか、白の粒々。これをまいてるわけですね。で、あ、オレンジの粒々もあるわ。で、雨を降らして浸透させるっていうパターンですね。すごいな。うん、ビワの木があったで、ビワの木。こんなんとか絶対おいしい、このビワ。
ビアの木に。おお、ツバメちゃん。かわいい。ツバメちゃん。近くにぐるぐる回ってる。また来る。ああ。かわいい。おかえり来て。お、バッタおるぞ。あ、ちょちょ。ちょちょ。ツバメ来た。ツバメ来たよ。田舎はいいっすね。みんな鳥がね、あれだけどね。あのもうほんとこれこのまんまこうして、え、食べれるんですか？え、いただいていいですか？全然真っ赤いのにしてよ。真っ赤いの、あ、それはダメだね。ダメ、こういうのでないと、こういう熟したの。食べて、食べていいですか？全然食べて。ありがとうございます。今食べてる熟してるやつ。熟してるの。あ、ちっちゃいもんだから味はそこまで。でも美味しいね。そう、ごめんなさい、なんていうベリーですか？ジュン。ジュンベリー。ジュン。あ、おいしい。そう、それがね、すごいだよ、もうね、鳥が取っちゃうって。あー、そうなんや。へー。僕も今家でちっちゃいブルーベリー育ててるんですよ。ブルーベリーだから見てるなと思ってて。うん、ジュンです、これは。もっといただいていいですか？どうぞ、もっといただいて。この辺こういうのはこうって取ってた方がいいよ。鳥よりも素晴らしい。やった。鳥に取られちゃうよりもよっぽどいいもん。見て、ほら見てもらった。かわいい、かわいい。どうぞどうぞ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さようなら。ジュンベリーもらった。ジュンベリーもらったな、すごいじゃん。めっちゃ優しかったな、うん、こんな感じでブルーベリーなんね。ほんだ、俺が育ててるやつも、うん、甘いよなこれ、うん、甘酸っぱい、冷たくしたら美味しそう、うん、はい、こうやって日の丸曲術器持ってたからかな。優しくしてくれた。違う、愛国系。このも、行くぞ日の丸。多分家のお母さんですね。お母さんにあの不思議な木の実があったから、あの見てたら食べてよって、食べさせてもらった。美味しかったです。愛ある町です。犬か分からん、4本。あ、だってひづめが3つ。あんま犬やな。これ犬かな、猫。そうそうから、犬っぽいけど、こんなとこ犬歩く？歩いてるの？分からんで、それ。でもさ、うん、犯人はこっから入っていってるわ、この辺に。犯人こっちから。お前な、のす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 、うん、こっから入って、すぐ出てるやん、うん、そうやな。あの、ちょっとでも暴れたれって思ってる。あ、そうやん、確かに。ないやん。確かにな。ってことは犯人ではないってこと。犯人っていうか、なんか公務だけど弱気になってやめた。あ、なる、あ、違う、多分消極的な、多分ここ歩いてたんじゃん、ここの土手を、ここを歩いてて、ね、あー、はまった足みたいな、逃げろ、あれ、こんなどこ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 みたいな感じじゃん。こっちに土手を歩いてたっていう説。そうこっちから普通に歩いてきてて、で、道がないなんて分からへんやん、犬って。で、こう歩いていって、まあそんなこと言ったら犬に失礼やな、ごめんな犬、そんなことないと思う、多分。まあいろいろあったんやろ、犬にも事情があるわ。知能低いという、そう、知能低いなんて仮説も立ててない。あの、知能は低くない、ごめん。犬はあの、愛希大好きやから、そういうことは言わんといてほしい。お互いに。愛希だけの話やのに、愛希だけの出現でそうやってなっちゃった。田んぼと家、そう。やめときゃ、そんな。この苔めっちゃ可愛いねんけど、見て、めっちゃ可愛くない？星型可愛い。気をつけや、お尻。綺麗ね、可愛い。わー、すごい可愛いんですけど、可愛い。あ、一個だけ違うピンクの花咲いてる、見て、ほら。あ、ほんまや。の可愛い。これは鳥です、完全に。皆様わかりますか？ひづめが3つ。ひづめ色の鳥です。え、違うの？え、よくあの、あの、もののき姫であったやん、ひづめが3つ、みたいな。ピンと取らへんかった。ピンと取らへんかった、ピンと合わへんかったやん。うん、見て、柚子落ちてる。レモンか、レモン落ちてる。見て、あそこ、ポッ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 言ってる。かわいいな。取り方よ。
めっちゃ水多いねんけど。じゃーん、ポケモンカード買っちゃいました。イエイエイ。なんか強そう、なんか強そう。いかがだったでしょうか。コーク祭楽しかったですね。私もあの迫力にすごい心臓がブルブル言いました。すごくかっこよかったですね。天気ももちまして、本当に皆さんの日頃の行いだったりとか、現地の神様がお出迎えしてくれたのかなって改めて感じました。もう本当に2日間ありがとうございました。すごくすごく私としては楽しかったです。ありがとうございます。今からラーメンを食べ尽くしたいと思います。大きなってる、大きな顔でかすぎる、なんかむくんでない。長いに一度守るこの日が食べます。いただきます。はい、どうも、終わりだぞ。250円です。これは美味しい、めっちゃ美味しいな。全然醤油が違う。何だけチャーハン4円。その実物大学もちょっとちっちゃめのやつで何なんですか。はい、最後はミニラーメンにした。おいしい。やばい。はい、優しいカウンターでお願いします。こんなおいしいことあるの、はい、ないないない。頭抱える。やばい。ゆっくりいただきます。今日も見てくれてありがとう。